女王様と一緒に星に乗ってるあの方は誰だ。大層な贈り物まで持ってきたらしい。女王様への求婚に違いないわ。お似合いなようだし、いいことが起こりそうな予感だ。あら、セーム、もしかして緊張している？これがただのお芝居ということ忘れたわけじゃないでしょう。婚約の噂が私の評判に影響するんじゃないかって心配しているようね。私は孤弱の国を復興しなければならない。だから強い勢力と同盟を結ぶ必要があるの。妖怪さんも同盟を結ぶことの意味をよく考えなさい。この舞を夢のような美しさで彩りましょう。お客様、私の相手役として舞の稽古に付き合ってくれないかしら。せっかくだから孔雀の国の習わしも教えてあげましょう。